俳優の石田純一、61、ミュージシャンの玉置浩二、55、らが3日、東京、渋谷区のスペースOで行われた、ラコステビューティフルアワードフィーチャリングレスリー・キーに登場した。フランスのアパレルブランドで、ワニのマークでお、馴染みのラコステが日本登場50周年を迎えた。石田らはラコステが似合う各界、著名人として表彰された。囲み取材で、石田は、ラコステは、ポロシャツのオリジンです。人生とともに、ラコステがあったと言ってもいいと、ラコステ愛をアピールしたが、その後は思わぬ展開になった。なんと、石田はつい先日、関西のテレビ番組で、息子であるはずの、石田一生、39、と親子確認のための DNA 鑑定を受けていることを明かしていた。石田は、100% ありえないけど、どの道親子です。テレビ番組のあれ、企画です。自分の検体は出しました。鑑定には2週間ぐらいかかると話す。ただ、一星とは連絡が取れていないようで、一星は海外にいる。置き手紙じゃないけど、留守電を入れましたと、一星側の検体は提出されていない模様だ。リポーターから、大沢みきおさんの影響ですか?と、隠し子、騒動のことを突っ込まれると、石田は、それは、と苦笑い。すみれさんやりたろうくんの鑑定は?と聞かれると、もう、どう見ても、僕の息子って感じなのでと否定した。さらには、石田の大腸に、ポリープが数個発見され、検査を受けたことも明らかになった。一連の流れを聞いていた玉置は、これぞ人生、って感じだね。曲が思い浮かんだ、と感心した様子。主役の座を一人、示した石田。これぞ、ザ、芸能人だ。